はい、皆さん、こんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、続きやっていきましょう。グランツーリスモ7ということで、皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさんの動画を投稿してまいりました。約3年ぐらい実況させていただいておりますが、病気で半年ほどちょっと実況できない時期がございました。ただ、ありがたいことにですね、その間もチャンネル登録してくださる方が増えておりまして、現在170名を超えるといった状況になっております。ありがとうございます。年内2022年の間にですね、チャンネル登録者の方1000名をね、目指しておりましたが、この動画投稿されるのは2023年の、10月の後半ということでですね、今から1年以上先というか1年後ですね、約1年後に投稿される予定になっております。その時にはもう1000名を超えていることを願っております。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも皆さんのサポートをいただけると嬉しく思っております。ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1000 subscribers by the end of the year. I'll be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで続きやっていきましょう。続きといってもね、まあ、今回もちょっと短めになってしまうんですが、やっていきましょうかね。まあ、朝活ということでですね、連日やらさせていただいておりますが、ちょっと準備いたしますね。前回のですね、なんていうかな、レースがですね、非常に難しくてですね、これをね、突破できないかもしれないということで、カマロをね、強化したところで終わっておりました。確か第一戦がね、天気がね、雨だった記憶があるんですよ。だからね、タイヤをね、ウェットタイヤでいければいいなって思ってるんですが、これね、これがね、難しいんですよ。ここね、天気がね、どっかに書いてあった気がするんだけどな、天気予報がね。とりあえず、まあ、エントリーだけして、で、第一戦が多分出てくると思うんで、でその時の天気を見て、タイヤを履き替えようかな。前回そのね、別の車で走ってたんですけど、まあちょっとね、加速が伸びなくてですね、GTR で走ってたのかな。で、ちょっとそれじゃ勝てないかなって感じだったんで、車をカマロに変えたんですけど、まあ、正直馬力とかね、PP とかはね、ほぼね、まあ、カマロも GTR も変わらないんで、あ、ほらこれ雨でしょ、多分これね。雨降ってるんで、どっかにね、雨って書いてあったんだけどな、報酬。車がいっぱいね、出てたんで、メルセデスとかね、周回数現在1位、総合0点、カマロで走っております。さあ、レースチョップに行ってですね、まずね、タイヤを買いましょう。ウェットのね、これを買いましょう。これをね、買っておきましょう。で、セッティングでね、タイヤをね、いじりたい。雨が降るとか、どこに書いてあるのかな？とりあえずでも雨が今降ってるから、タイヤをいじりたいよね。タイヤいじって、スポーツミディアムで、これ走れるかどうかってとこだよね。レーシング、コンフォート。コンフォート。あれ？雨用のやつがないね。タイヤ買ったんだけどね、さっきね。レーシングインターミディエート。インターミディエートが雨のやつかな？でいいのかな？でいいんだよね、多分ね。インターミディエート。よし、じゃあ、それに変えましょう。あ、でもレーシングだから、これは、あれかな。600超えそうだな、レーシングにすると。スポーツだと超えないけど。レーシングミディアム。レーシングインターミディエート。レーシングインターミディエート。お、あ、いいね。599点。よし、これでいけるんじゃないか？あれ、616超えてるじゃん。600超えてるじゃん。そうしたら、バラストで調整するか。114だったから、136ぐらいにしてみようか。614点いくつ？全然変わんねえな。200にしようか。
ああ、200でも600か。うわあ、これはきついな。コンピューターは？フルカスタムは？していくと？もちろん上がるよね。何で下げたらいいんだ？なんかね、他にも下げれるやつがあるっていう話は聞いたんだけどね。もうギアとかもだってどうしようもないからね。うわぁ、スーパーチャージャーが入れられないってことかな。これないと遅くなるからね。ほら、バリバリ違うっしょ、これ。80ぐらい違うんですよ、これ。バチバチにつけてもこれか。車乗り換えていくか、そしたら。ねえ、第一線だけはね。カマロは早すぎるんですよね、基本的に。これはもうこれ以上落とせないぞ。 87.5 どうかな。バラスト200にしてもダメか。スーパーチャージャー外す？ノーマルで行ってみる？あー、行くか。これでそしたら590いくつになったから。 PP 制度というのは現在世界でレース中に使用できるタイヤに制限があります。え？なんで600超えてないよ。いけないのこのタイヤ。現在の設定にはレース中に使用できるタイヤに制限があります。交換か。でもいけるよね。とりあえず雨降ってるから、タイヤだけでも少なくともね、変えとかないと。ただ、今回のそのスーパーチャージャーとかいうのはついてないから、スピードが出るかどうかね、わかんないんだよね。ミスせずに行ったらいけるかもしれないけど、1位まではいけないかもしれないな。あ、でも、あ、加速が遅いな。雨降ってるこれ。微妙だな。めっちゃゆっくりでゆったりだな。あ、でも滑りは滑らなくなってる。あ、降ってる降ってる雨。よいしょ。ほらここね、最初のスタートがめっちゃ遅いんですよ。多分ね、そのなんとかチャージャーみたいなやつ変えたじゃないですか。あれを多分ね、もうちょっとね、いいやつにしてたら最初の加速とかが速くなるんですよ。多分最初の加速が速いか、ここのね、後での加速が速いかっていう、どっちかが多分ね変わると思うんですよ。あの GT6 の時にここまでいじったことないから、ほとんど ノーマルの設定でやってたのね、6の時は。車だけ買い替えて、で PP 上げてって感じでやってたと思うんで、多分カスタムとかしたことなかった記憶があるのよ、6の時は。でもこれはね、まあ、このレースに関してはカスタムしていかないと、多分もともと速い車をですね、ダウンレギュレーション、ダウンカスタムして出ていくみたいな感じにしないと、ちょっと勝負できないかなって気はしてますね。他のライバル車が結構速い車ばっかりだからさ、遅い車をパワーアップさせていっても、まあ勝てないのかなと。総合で3位に入らなきゃいけないから、まあ、少なくとも、まあ、このレースでまあね、3位には入っておきたいよね。総合3位に入ろうと思ったら、まあ、333ぐらいで行ったら、まあ確実に3位には入れるかなって気はするよね。他のレーサーの結果次第ですけど、前回はね6位とかに入っても、まあギリギリ最終的に4位に入れたから、366ぐらいだったかな、前回ね。356だったかなぐらいの順位で総合4位に落ちたから、まあもうちょいね、ここで2位とかに入れたらちょっとアドバンテージができると思うけど、
うん、さて2周目にしてなんとか8位をキープしている。やっぱね、エンジンのとこにスーパーチャージャーついていたらもうちょっと速く走れると思うんだけど、タイヤがね、タイヤがだからね、次のレースもスポーツミディアムとかじゃ走れないんじゃないかな。どうだろう、レース用のタイヤにしとかないとまずいんじゃないか。でもそれだとな、 PP 超えちゃうんだよな。600、さあゆったりゆったりのスピードになっておりますが、なんとか7位まで2周目で上がってこれたね。こっから先だよ、前へ追いつけるかどうかだよね、正直ね。この直線の加速ではどうだ、直線の加速で勝負するようなあれじゃないな、セッティングじゃないな、これが分からなくてね、セッティングが下手したらここで終わりってこともあり得るからな。なんかでもおすすめの車みたいなのがね、ネットにね上がってた記憶があるんですけど、ちょっとねそれは持ってなかったんで、よいしょ、まあ、タイヤは結構あれだね、影響してるね、割かとね、滑らなくなってる気がする。最初にこのコース走った時だいぶ滑ってた記憶あるから、それよりかは走りやすくなってるかな。結構 GTR に、GT7 に関してはタイヤ変えるだけで全然違ってくるから、スピードがね、スピードというか走りやすさが違うな。さて、お、いいね、多分ね今までのレースは周回数が少なかったじゃないですか、だから割とね2周とかのやつでコースも短かったから、割とねパワーがある設定にしとかないと、まあ、むしろパワーがある設定だじゃないと勝てないっていう状況だったと思うんだけど、これからのこのね選手権とかはロングコースで走るから、まあ、パワーがある設定だったらもちろん勝てるは勝てるんだけど、 PP 制限があるんで、それやっちゃうとね試合に出場できないっていうね状況になっちゃうんで、でどの要素が結構影響してるかっていうと、やっぱタイヤなんだよね。あ、ギリ3位で終わるパターンだなこれ。1、2はこれ突破できんわ、スーパーチャージャーがない限りちょっと無理じゃないか。だってスピード出ないんだもん。あ、いけるか、そう、カーブでちょっと追いつけるけど、結局直線でまた離されちゃうから、立ち上がりが遅いんだよめちゃくちゃで、最高速もそんな出るわけじゃないから、ここはちょっとパスできないかな。まあ3位をずっとキープするっていうぐらいしか無理かな。頑張ったら2位までなれるかな。ここもね、まあ、タイヤが、まあ、しょぼくてですね、あれの時はねもっと吹っ飛んでたような気がしたんだけど、外側にね。お、2位いけるか、タイヤ足りいくか、よっしゃギリギリかわせたな2位。お、いいね、結構差はついてると思う。仕事1位取れたら万々歳だけど、圧倒的なスピード差で1位を取るっていうのはちょっと無理だな。際どいとこまで行ってんだけどな。今回あれあるのかな、あのスリップストリーム、後ろ入っても全然なんかそのスピード上がってる気しねえんだけど、スリップストリームっていうのは前の車のね、あのを風よけにして空気抵抗を減らして自分の車の速度を上げるっていうね技なんですけど、技っていうか現象っていうのかな、ちゃんとコース通ってれば
前の車と多少差が詰められるな。この推奨コースだけちゃんと通っていけば、あとはもう体当たりで。あいつがちょっとインコース若干外れたところの距離をうまくね、この私のドライビングで詰めていけば、多少は詰めれる。よっしゃ、オッケー。マジギリギリの勝負でしたね。あとは当て逃げです、当て逃げ。最低だな。あ、そう、ほんとね、最近またね、YouTube の動画見てて、誰の動画だったかな、また与沢さんの動画がね、すごいね、最近上がるようになってて、与沢翼さんっていうさ、すごい資産家の方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方の動画が最近ね、よく上がるようになってきて、その方の動画家からですね、DJ 社長というですね、まあ、この方はかなり有名だと思うので、YouTuber の方でね、関連動画で対談動画が上がってきたんだけど、DJ 社長さんのことをそんなにさ、あんまりいい印象は正直持ってなかったんですけど、よっしゃ、1位だね。対談動画見たらね、すっげえ印象変わりましたね。なんせ、分析が鋭いっていうね。やったね。今回、いい点数取れたね。かなり安定した走りだった気がする、今回は。ゆったり行って、ロングランで1位を狙うっていうね。タイヤが良かったね、今回ね。やっぱタイヤ次第かな、これ勝てるか勝てないかってね。さあ17分、ここで1本終わってもいいんだけどね。体調がね、やっぱり優れないっていうのと、朝活だからそんなに時間が取れないっていうね。シンプルにね。よいしょ、第2戦のセッティングだけしてやっておこうかな。第2戦のタイヤがさ、ま、あ、でもスーパーチャージャー外しつけたまま走ってみる？ノーマルのタイヤで。あ、スポーツタイヤで。だここが怖いよね。スーパーチャージャーがどれぐらいその、有効なのか。今それつけてなくても、一応走れるってことは分かったけど。あ、鈴鹿か。足回りが怖いな。まあ、少なくともウェットのやつは外さないといけないから、タイヤね。セッティングで、カーセッティングで、とりあえずこれは外していかないとね。あ、セッティングシート1が、あ、これになっちゃったのか。しまったな。レーシングミディアム。レーシングミディアム。これでいくと600超えるんだよね。あ、スポーツで行くしかないか。これでいくと578。で、バラストが114だったよね、確かね。ここまで落として。よいしょ。で、583で、で、ここで、スーパーチャージャーをつけると、おいと。これで599。これでいけるんじゃないかなと思うんだけどな。スーパーチャージャーつけるとなんでね、あれが下がるんだろうね、車両重量が。これ最大出力がかなり上がるし、スピードは申し分ないと思うんだが、レースショップ、タイヤ買っとこうかな。いやー、いいか。よし。じゃあこれでね、スーパーチャージャーついた状態でどれぐらい走るかっていうのだけ確認して、まあダメだったらダメで、まあ。で、第3戦は残して、まあ今回はこれでね、鈴鹿5周走ったら終了しようかな。やっぱ早いかな、スーパーチャージャーある方が。あ、でもカーブが、やっぱタイヤがしょぼいとダメか。
結局タイヤゲーかこれは。わかんないんだよね、どの要素が一番影響してくるかはよく分かってなくて。タイヤは大きいと思う。タイヤ変えたらかなり PP 変わるから。結局まあスピードを上げたところで、カマロだったらノーマルでもスピードがそこそこ出るから、周回さえ重ねれば勝てる可能性があるっていうね。でもできれば5周目で1位狙うよりかは、まあ、3周目ぐらいにはまあ1位に入っときたいよね、できれば。めちゃくちゃ荒い運転するやないか。で、まあ、裏でっていうか、まああれやってたんだけどさ、アサシンクリードはね、うわ早え、ムービーが多いから自分が操作してるね時間がすげえ少ねえなってことに最近気づいて。だゲームってそういうもんじゃないよなってね最近ちょっと思ってんだよね。まあ、これは龍が如くもそうなんだけどね、ほぼムービーだよね龍が如くも。いつからかなんかゲームってすごいムービーにこだわるようになって、多分ファイナルファンタジー10とかあれがすごいそのムービーとかにこだわるようになったっていう先駆けなんじゃないかなっていうふうにね言われてると思うんですけど、多分そのプレイステーションの多分その初期、まあ、レトロゲームとかやってて思うのは、初期の頃は別にそこまでムービーとかこだわってなかったと思うんですよ。なんかそのレトロゲームで言うと、まあ、スーパーファミコンの延長みたいな感じのゲームが多かったと思うんで、ポポロクロイツ物語とかね、そんなムービーとかね入ってる感じはしてないかな、イメージ印象としては。え、まだ11位なの？マジか。いや鈴鹿ちょっと勝てる気がしない。やっぱタイヤか、結局タイヤゲーか。これはこのタイヤじゃ勝てそうないな、次もエンジンじゃないなこれ。よいしょ、1周目にしてこれか。うわミスった。うわまた11になった。うわーきついな。でねえ、多分そのムービーでファイナルファンタジーがすごいムービーがいいみたいな感じで、多分プレイステーションの歴史みたいなやつを紐解いていくと、おそらくそんな感じでだと思うんですよ。でもまだファイナルファンタジーに関しては、まあ、操作する時間っていうのは自分がねあったと思うんですよ、多分過去のプレイステーションのゲームって。でも昨今のプレイステーションのゲームってなんかちょっといったらもうムービーみたいな、移動とムービーしかないみたいな、間にちょっと戦闘入るぐらいみたいな感じで、なんかそのアサシンに関しては本当になんかムービーだけでいいんじゃねってわざわざゲームにする必要あるかなっていう部分をちょっと感じたりしましたね。 OK、 団子状態になってる。ここを突破できれば順位が上がるで相当。うわ鈴鹿がちょっと走りづらいっていうのもあるけど、まあでも6位5位、とりあえず3位には入りたい今回は。よーし3周目で6位か。
丁寧に走ろう。で、DJ 社長の件ですけど、まあ、すごいさ、あの、与沢さんと対談してるのを見て思ったんだけど、まあ、賢くてすごい。戦略的なんですよね、すごいね。だからその YouTube で、その、アルゴリズムが変わったというふうにおっしゃってて、アルゴリズムっていうのは、まあ、その手法っていうんですかね。あの、そういうのをアルゴリズムって言うらしいんですけど、今まではチャンネル登録してたら、チャンネル登録してるチャンネルの、最新動画が上がったら、おすすめとして、ね、表示するっていう、まあ、そういうシステムだったらしいんですけど、まあ、それだとでも、チャンネル登録してる動画しか多分おすすめに上がってこないから、まあ、幅広く広告も打てないという感じだったのかな、わかんないけど、どういう感じでそういう風に変えてきたかわかりませんが、今はね、なんかチャンネル登録をしてない動画でもですね、おすすめに上がってくるようになってるらしくて、で、それを一回見るともう関連動画がドバーッとね出るようになってるらしくて、チャンネル登録してなくても。最近見た動画のおすすめを上げるようになってるらしいんですよ。だからチャンネル登録してても、見てなかったらもうおすすめに上がってくることすらないと、そういう風に変わってるらしくて、だからまあ結局そのね、流行、流行ってるものは人はちょっと 見るわけじゃないですか。そうするとその流行ってるものに関連する動画を作っておけば、ちょっと見ていただける可能性があると、その流行ってるものの関連動画としてね。で、その、なんていうのかな、鉄板の動画しか結局上がらないと。チャンネル登録してもらってる人に提示する動画もね、人気がある動画しか上がらなくなっちゃったと。最新のものじゃなくてね。なんかそんな風にアルゴリズムが変わってるらしい。まだ5位のままなんだけど、これ。鈴鹿やっぱむずいな。せめて3位には入らせてくれ。まあ4位か、厳しいな。ここは超えたい。やっぱタイヤか、タイヤっぽいな。結局路面をしっかりグリップできないから、どんだけパワーがあるエンジン使ったとしても、地面に力伝えられなかったらスピードが出ないということか。よいしょ。その辺の解説はね、永田敦彦さんとか YouTube 大学でもやってましたよね。まあ TikTok とショートYouTube のショートとかの、まあ、違いとかも解説されてましたね。よいしょ。まあその DJ 社長のね、そのいろんな分析とか聞いて、まあちょっと Twitter のアカウントもね、テリオン社長に変えちゃいましたからね影響されて。やべえ、くそ、サインになっちまった。なんだかんだ言ってね、やっぱりね、あ、そうそう、だから DJ 社長はね、その音楽作ってらっしゃるんですけど、事務所とかも入ってないし、うん、YouTube でその音楽出して、でもそれがさ、その配信サイトに音楽も出してるからさ、その事務所に持っていかれるっていうお金がないんですよね。で、確かに今の時代ってさ、事務所とかだったらさ、宣伝打ってくれたりとかさ、あとその CD を置いてくれたりとかさ、レコーディングの費用を持ってくれたりとかさ、まあ、そういうのもあるかもしれないんですけど、事務所を所属してたらね。バックがさ、すごい小さくなるわけじゃないですか、売れたとしても。
何割か持っていかれるわけで、今の時代ってさ、別にレコーディングかなりね、しっかりしたところでレコーディングできますし、お金払ったら。でミックスなんてさ、デジタルデータで渡したらすごいミックスしてくれるのが上手い人がいるわけで、だから歌い手さんとかもさ、なんとか歌ってみたとかやつでさ、すんげえ上手いさ、なんかプロみたいなさ、あれになってたりするじゃないですか。でも多分あれ実際歌ったらめっちゃ下手とかいうパターンもあるからね、デジタルデータだからいくらでも音程とかね加工できますからね。そういうところの費用の方がさ、まあね、一回きりでまあパンと払ってね、やってもらえばそれでおしまいなんで、あとはだから全部売れたものが自分に返ってくるってことじゃないですか。すごいまあ費用対効果というかコスパいいよねっていう、ね、ひろゆきさんじゃないですけどね、コスパいいよねっていう話になりますよね。またひろゆきさんのさ、あれじゃないですけど、古典ラジオっていうさ、歴史をから学ぶっていうさ、まあ、ラジオやってらっしゃる深井さんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方とコピーライターの人かな、かなんかの対談があって、ひろゆきさんと成田悠輔さんと誰だったかな、もう一人、あ、ガーシーさんかについて、なんかちょっと質問されるっていうシーンがあってすごいなんかその古典ラジオの深井さんは、まあ、あんまりよくひろゆきさんのことをよく思ってないみたいな話をしてましたね。歴史上なんか人の悪口言ってる人にろくなやつはいないってまあその動画もね、多分どっかに転がってると思うんで見ていただきたいんですけど、よーし、なんとか2位入れたね。これは総合1位いけるんじゃないか。ただ時間が時間なんで、今回ここで終了しとこうかな。もう32分ぐらいやってるか。よし、はい。一応ね、続けてやってもいいんだけど、時間的にはね、ギリギリ。まあでも、ちょっと今回この一本で終了にしようと思います。はい。ということでね、ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。はい。Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel ということで、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。